大国山から大連経済技術開発区と同牛例の公演を望む大連経済技術開発区は、遼寧省大連市近州区にある1984年に設置された中国の最初の経済技術開発区で略して大連開発区と呼ばれる。エリア面積は50平方キロメートル、工業区、商業区、生活区に分かれていて人口30万人を有する。 英語では、ドリオン、エコノミックテクノロジカルデベロップメントゾーン。最近では、南側の保税区と東側の DD ポートも含めて、大連開発区とも呼ばれている。大連市政府は、大連港を、北東アジアの国際幸運の一大センターする。石油化学、設備製造、電子情報、ソフトウェア、造船の4つの基地を目指すという経済方針があり。 外資企業には、様々な恩恵優遇政策が取られている。両島半島、大連市の北東に位置する。市の中心部から 27km、大連駅より 25km、大連周水四国際空港より 18km、新大高速道路より 8km、大連港から 7km、大釜湾新港から 2km、及び汚昌島石炭港から 1km。 開発区は、渤海経済圏の中心的なエリアである。開発区は、44km の海岸線に、沿っており、年平均摂氏10度、降水量599.7ミリメートルで、快適に穏やかで、湿気が多い天候で、春と秋は、晴天が多く、夏も冬も過ごしやすい。大連は、海が凍らず深い海域に囲まれ、6つの良好がある。 これらの大連の港は、69の闘病地があり、うち1万トン以上の船の数の39に上る。鉱物、石炭、材木、穀物、鉄鋼、食料加工品などが取り扱われる。150を超える国や地域の交易が行われている。開発区は斬新な都市計画と建物で知られている。空及び海の色と同じ白や青が、 テーマ色となっていて、都市計画及び公的な建築のほとんどは2001年から2005年にかけて完成された。公的な建築は外国の会社が行い、都市の増大した投資と経済活動と密接に絡んで発展してきた。当時の開発区主任の集会、キラの経済成長推進の姿勢があったことも挙げられる。2005年以後は開発区は 商業用のオフィスビルの建築及びマンションの建設に変わっている。その多くは開発区の中心部の目抜き通りの金馬路に沿って行われていて、ホテルやショッピングセンターが立ち並ぶ繁華街に変貌を遂げている。開発区の南側に大連保税区ができた。バイオ産業。開発区のさらに東側に金石灘の方に向かって、 大連 DD ポートができた。デジタルの D、バイオ産業の DNA を取って、二つの D の産業基地という意味で名付けられている。進出企業は約2000社。そのうち日系企業の進出が最も多く約580社に上る。以下順に香港、韓国、アメリカとなっている。また、開発区北部は、 日系企業が集中しており、通称日本工業団地とも呼ばれる。日系企業の約7割が製造業、対日輸出加工型の企業が多く占めているが、中国への内反型の企業も増えつつある。ありがとうございます。